うん、私もお母さんのご飯好き、美味しいよ。はい、これはコータの分ね。だから一人分も二人分も手間は同じだからさ。そう言ってくれると私も嬉しいけど、中身は朝ごはんとほとんど変わらないよ。やっぱり学園に来ると話をすることもできなくなっちゃうな。私の下着姿、バッチリ見られてたってことだよね。もう、積極的ってそういう意味じゃないってば。
ぐちゃぐちゃだ。よし、今日こそは話くらいしなきゃ。